今日は滋賀県琵琶湖バレーに来ています。ここの会場では今日二日間祭りウエストが開催されています。いろんなブースが出まして、そしてライダーが多数駆けつけています。いろんなイベントがあるんですけども、今日はですね、琉球バイクショーということで、エクストリームライダーのヤビク大さんを、このスタントライディングをメインにですね、お届けしたいと思います。それでは楽しんでいきましょう。はい、さい、僕はエクストリームバイクライダーのヤビク大です。1984年4月17日生まれです。エクストリームバイク歴は9年になります。車両は川崎の ZX6R で2003年式を使用しています。で、まあ、レース用のオートバイなんですけど、まあ、自分たちの競技する上で不必要なパーツはカウルとかを外してですね、でオートバイが壊れないようにエンジンガードを装着して、まあ、ハンドルのセットアップや、まあ、ハンドブレーキといって、まあ、リアブレーキを追加してですね、でいろんな体勢が取れるようにしています。まあ、純正のフレームはですね、ちょっと耐久性がなくて、僕たちが扱うと、まあ、3ヶ月ぐらいでちょっとクラックが入ってくるような形になるので、で、まあ、それで耐久性を求めることで、まあ、アルミのパイプを、太いパイプを使って、で、まあ、トロスフレームを組んで、またそれに伴って、まあ、ハンドル切れ角が増すようにして、ちょっともう少し追い込めるようにしています。完全のオリジナルで、もう世界で1台しかないフレームになりますね。まあ、リアブレーキはですね、まあ、キャリパーをラジアルマウントの4ポットを2つつけて、でまた大きいローターをつけてですね、強力なもうブレーキをが必要になりますので、まあ、僕らちょっとコンペティションで結構攻めなライディングをしますので、フロントブレーキと一緒なものがついてます。足ブレーキとまたハンドブレーキといって、まあ、そうですね、左手にも追加してます。人差し指でクラッチを操作して、中指でブレーキを、そしてこういう風に、でこっちがアクセル、まあ、アクセルとブレーキですね、一緒ですね。そうですね、僕は、まあ、ヘルメットは OGK かぶとさんに応援してもらってます。でそして、まあ、SK フリースタイルさんにはあのフレームの方をですね、オリジナルフレームを作成してもらいました。でそして、まあ、難関タイヤさんにあのタイヤのサポートを受けてます。でまたモチュールさんであのエンジンオイルの提供をしてもらって、まあ、ウェア関係は RS タイツさんにお願いしてますね。で、まあ、その他は、まあ、このシートのカスタムシートですね、僕たち、シートホールといってリアタンデムシートの方にあの穴を開けて、でそれで体勢を作りやすくしているんですけど、足置きを作ってもらう、まあ、そのシートを作ってもらうのが、まあ、ネオファクトリーさんにお願いしてます。ジャックナイフですよ、これ。はい。